うもおはようございます山本太郎さんや令和新選組はまるで宗教みたいだっていうふうなコメントをね私にいにだきましたでメッセージでも送られてくるんですけども久保さんはなんか令和新選組の宗教かなんかにハマったんじゃないかとなんで令和新選組の動画ばっかり出してるんだって言われますけども私の出してる動画の全体を見たらね令和新選組の動画なんてまあ1%ぐらいですね だから他の無数に出してる動画とか、今でも更新しまくってる動画、やっぱりね、そこに目がいってないんでしょうね。で、まあおそらく、この宗教みたいだって言い出したらもうボキャブラリーが尽きたってことだと思うんですよ。で、大抵二言目、三言目にはすでにね、宗教みたいだって出てくるんですよ。うん。あの、アンチコメントを寄せる方とかね、なんか違和感を感じる方ってすぐ宗教だって言い出すんですよ。他のネタないのかなと思うんですよ。で、あとね、プラスアルファで申し上げますけども、宗教を熱心にやってらっしゃる方も、 ほとんど一日のうちの宗教活動やってる時間なんてほんのちょびっとですからねほとんどの場合は生活に忙しくて仕事に悩み恋愛や進路に本当に自分の頭を使ってですねで宗教ってものに依存してないんですよだから宗教してる人ほど神や信じるがもしくは信じる対象はあるんだけどもそこに依存せずに自分で何とかしようと思ってるんですよねだから宗教みたいだって言った瞬間に まあすごく、ね、残念ながら薄っぺらいな、この人の見方っていうのはな、とかね、思うんですよ。思うのと同時に、まあ私もそういうふうに薄っぺらく見られてるのかなとね。<laughs> 要するに、安っぽいコメントが来るってことは、私自身が安っぽいってことなのかなと。ただ、同じ発信をしていても、高く評価してくれる方もいるんですよ。その評価してくれる方ってのは、私の高く評価する点っていうのを見出してるんでしょうね。だから受信力があるとも言えます。 上辺しか見えない人っていうのは、どうしてもね、人を安く見積もって、相対的に自分が偉い立場に立ちたいというふうな概念に取われてるんで、だからね、そのアイデンティティっていうのが、逆に自分の成長を阻害して、新しいアクションっていうのをすごく鈍化させてるんですよね。やっぱね、あの、どんな人からも学びを得るとか、どんな人からも影響を受ける。いい影響なり、悪い影響なり。それを自分の人生にプラスにプラスにプラスに使っていけるんあれば、 もはや排除すべき人はいなくてこういう言葉があります。人、皆、我が死、出会う人っていうのはみんな自分の先生なんだ。しまいにはね落ちてる石ころからも物が学べるようになるんですよ。素通りするような石ころにあっこの石は何百年何千年と時を経て大きな岩から切り出されて今こう小さくなってそして私の目の前に転がってきたんだなぁと。これはものすごい のよううなな偶然だなっていうふうにねそこで一辺の詩を書き込んだりとかねするとかね石っていろんな表情してるなそしてこの石もこれからも表情を変えていくんだろうなみたいなねドラマを紡いでいくんですよでこれっていうのが何になるかっていうと山本太郎さんがねいろんな方からクレームを受けるわけなんですよね凱旋しながらとかね、まあ、いろんな演説中にでその演説にどう対応するかってことに全てが出てるんですよててを受け入れて 相手を否定せずに、むしろ肯定しながらも、自分と相手の接点、もしくは違う点ですよね。違う点からは学び、同じ点からは共感と、そして、一体感をね、得るという。あ、ここは一致してますね。ここは協力できるかもしれないね。でも人っていうのは100%ぴたり一致することってないと。むしろ大部分が自分と他の人は違うんですよね。人っていうのはね、 同じってことと普通ってことと違うってことをね自分の都合で使い分けるんですよ自分は他の人と同じようなもんだよっていうふうな安心感を得てそして俺は他の人とは違うよっていううなね特別感を得たいわけなんですよ、まあ、つまりここでも分かるように同じところもあるし違うとこころろももああるるし違う当たり前なんですよそして最初にお話した宗教みたいだっていう捉え方もその捉え方しかできない人と別の捉え方ができる人とさまざまなんですよね だから私の発信を見る人聞く人が全員がねお前は宗教だって言わないわけないんですよほんの一部なんですよほんの一部の人が正解を見てるのかそれとも間違った自分だけのバイアスなのかってことはねこれから徐々に分かっていくのかもしれませんしもっと言ったら分からなくても別にいいわけなんですよ、うん、人の見方っていうのはさまざまですしそれもね次の瞬間には変わってる可能性があります同じものを見てもグレーを見ても白っぽく見えたり 同じグレーを見見て黒っぽく見えたりすするわけなんですよとがく人の判断ってのは自分勝手なわけですよねでもその自分勝手と自分勝手がぶつかった時にお先にどうぞと譲れるような優しさを持てるかなとその心がまさにね宗教なんじゃないですか自分のことよりも誰かのことっていうふうに人のために道を開けれる人ねこういった宗教心繊細な心っていうのがなんかね 足りなくなくっってきててきオレオレ主義ってうんですかいや俺の主張だよ。俺の権利だよ。俺の自由だよ。っていう風にに、俺より主義がばっこしてぶつかり合ってしまってる。そんな冷たい世の中になってきてるんじゃないかなと思います。山本太郎さんが引きこもりについてコメントしたことがありました。引きこもり、正解だよ。外に出たら傷つくじゃん。引っ込んでいないよ、安全なところに。でもできれば、本当の意味の人生の醍醐味、人に出会い、そこで様々なエピソードがある。 この良さは分かってほしいよねだから引きこま,いいううまとめてまましたね、ま、さに宗教の方に書いてあるような言葉じゃないですかこういう言葉を人から影響を受けるよりもね自分で発するようになるといいですよねまとめると信者になるよりも教祖になれってことなんですよ人口1億人いたらみんなが教祖になっていったらなんか素晴らしい八百万の国ができるんじゃないかなと思います 八万の神が共存共栄してお互いが神様ねまさに神ってるっていう時代が来るんじゃないですかそれではお疲れ様です